マジ。どうも、知らぬしりど、イモタツです。第1回、ポケモンの技解説。はい、今回はですね、ポケモンの技を、ミヤモンが独自に表現をしてくれたみたいなので、それをもう出してもらって僕らが答えていこうではないかと。説明文ではございません。もうミヤモンの独特の感性が出てると思うんで、いくらねミヤモンがちょっと独特とはいえ我々だったら解けるのではないかと。なるほど。いう企画でございます。わかりました。やりましょう。はい、ということでね、あのポケモンクイズにはただのクイズというわけにはいきません。罰ゲームですか。はい、罰ゲームがついております。はい、じゃあ罰ゲームは負けた方は新しい技を作っていただきます。それを1週間ツイートをしていただければなと思います。7個も考えないかんやん。そういうことですか。いいでしょう、やりましょう。はい、説明は以上。いいでしょう。何かござるか。いや、いいでしょう。はい、それではやっていけ。まんじまじまんじ。ではね、いきましょうか。はい、問題をお願いいたします。はい、それではいきます。はい、第1問。相手を折れさせる。ああ、はいはい。ちょっとでかい声言った。相手を折れさせる。あ、違う。え、相手を折れさせる。でんでででれんちちちでれれでんでれれれん。長いんじゃないですか。だって1問目ですよ。いや、わからんくなった。え、嘘でしょ。いいでしょうか。はい、一斉にオープン。メロメロ。甘える。はい、答えはメロメロです。メロメロやろ。俺最初メロメロって書いとったんや。うん、あれメロメロボディじゃねえと思ってしまった。くそー。やばすぎやろ。やられたぜ。1問目ですよね。1問目ですね。ぜー。はい、じゃあ第2問。ふっと目が覚めると切れない。技ですか。あ、全部技名をお答えください。ちー、2問目これ難しい。これや。はい、いいのか。はい、一斉にオープン。寝言。催眠術。はい、はい、答えは金縛り。それ現実見えたね。金縛りってそういう技じゃないけど。まあ趣旨としてはね。そういうことか。説明じゃないけどね。いいもんです。やるなお前。はい、次。はい、じゃあ次3問目。はい、見渡す限り同じポケモン。でも技をね、多く知っとるからこそね、考えてしまうのはあると思う。はい、いいでしょうか。はい、一斉にオープン。影分身。あ、変身。はい、答えは影分身ですね。こういう系マジでクリアできん。まぁ、あ、ちょっとなぞなぞチックやね。難しい。はい、続いてまいります。はい、じゃあ第4問。耳がキンキする。耳がキンキする。なんか耳がキンキする。ああ、わかった。はい、いいでしょうか。はい、セリオープン。金属音。同じく金属音。はい、答えは超音波です。でも金属音もそうじゃないですか。金属音もそうじゃないですか。超音波か、めっちゃ不安定すぎるもんな。前向きや。価値環境。はい、はい、じゃあ次、第5問。空手の足技。うわ、めっちゃあるやん。めっちゃあるやん。めっちゃあるやん。いやでもね、これやと思う。いいでしょうか。はい、一斉にオープン。回し蹴り。ローキック。右膝蹴りもあるけどね。いっぱいあるっちゃうね。はい、答えは右膝蹴り。格闘タイプはたくさんあるやん。これあの説明じゃなくて彼の感性なんで。これポケモンクイズじゃないですよ。ミヤモンクイズです。実は。マジか、踏み引か。やべえ、わからなすぎる。はい、じゃあ次行きます。はい、第6問。動物が取る最終手段。え、わかんねえ。そんな技ある。難しい。お考えください。シンプルに考えていいと思いますけどね。はい、はい、いいでしょうか。はい、一斉にオープン。体当たり。え、徹底抗戦。はい、答えは噛みつくですね。体当たりやろ。これさ、ミヤモンの感じ方すぎる。ちょっと、最終手段じゃないね、タイヤ。確かに捕まってしまった時は体当たりできるもんね。あー、確かに正解は。納得がすごい、ね、確かに、今のは正解やな。はい、次。はい、次行きます。侍渾身の抜刀。言葉知っとるかどうかになってくるな。
侍渾身の抜刀ね。我々侍も参戦する。ミヒレの技か。これかな。これやったら言え。あ、仕事？仕事か。はい。はい。いいでしょうか。はい。伊勢でオープン。居合斬り。居合斬り。はい。答えは居合斬りですね。あ、ゴミの秘伝マシン持ってくんな。居合斬りなんて使う。てかあるんかな、わざわざ居合斬りっていう技自体。あ、もうないかもしれない、今の世代。はい。ね、じゃあ次行きます。これなんだっけ。あー、オッケー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 。名前が繰り返したみたいな。じゃあ次妹達が言いますね。妹達セコいやん。妹達に有利な問題やん。引き問題や。いいでしょうか。はい。一斉にオープン。どう忘れ。同じくどう忘れ。はい。答えはどう忘れですね。特防になんかアップ。特防になんかアップ。お前じゃ特防相当強いってこと。やっぱお前物理攻撃しか効かんなお前。あ、でも特防重視だ。はい、じゃあ次の問題いきます。はい、9問目ですね。お前はもう死んでいる。ケンシロウ。なんなんそれ。あー、うざいって。お答えください。それさ、ポケモンじゃないやん。なんだろう。おお、お前うまっ。はいはい、いいでしょうか。店にオープン。道連れ。同じく道連れ。道連れ。お前はもう死んでいる。確かめっちゃいいよるわ。めっちゃいいよるわ、そういうわ。はい、答えはハサミギロチンですね。一撃やないかい。わかるか。俺絶対レードかと思った、それやったら。俺最初絶対レードで書いてた。はい、じゃあ次最終問題。はい、いや、はい。じゃあもうやる意味ないってことですか。与田さんはもう頑張る意味がないっていうことになってるんで、モチベーション的にないと思うじゃないですか。はい、まあ、今回初代のポケモン図鑑151匹と言われております。なので今回最終問題解いた人は150いってあげます。はい、じゃあそれではいきます。はい、最後の問題。はい、殴ってリフレッシュ。リフレッシュですか。リフレッシュっていう技ありますよ。これ見たの知ってんの。殴ってリフレッシュ。はい、余裕やね。それずついきます。あ、じゃあ私目から。はい、うさばらし。はい、ドレインパンチ。殴って回復。ああ、殴ってリフレッシュ。はい、答えはドレインパンチ。オーバーキルですね。ミヤモン知っとんの。ドレパン155ポイント対2ポイント。はい、私の勝利でございます。おめでとう。はい、まぁ、あ、みたいな感じで、まぁさすがに、まぁ、あ、俺の方が勝ったと、強かったと。はい、妹達さんにはまぁ、あ、冒頭で言った通り、ポケモンの新しい技を、考えてもらうらしい。この動画が上がった日から、7日間、ポストをするらしいので、ポスティングね。まあ、ポスティングするので、そちらのね、X の方のフォローを。よろしくお願いします。まぁ、あ、まだね、この動画が良かったと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価の方をお願いします。まあ、またね、ちょっと問題さすがにちょっと幅広いなと、ちょっと臭ったなと思った人は、まあ、コメントで教えていただいて、まあ、その問題を新しく作り変えたものをコメントでいただけるとね、非常に嬉しいなと思います。そちらの方お願いします。はい、では来週のポケモン編で、来週のポケモンゲット編でお会いいたしましょう。誰